たかが死ねベンチ一周、すぐに終わらせてやる。8コア16すれはだてじゃない。S&Y 工房。こんにちは、チョロスケです。焼きメロンです。ついにうちにも高性能なゲーミングノートがやってきたぞ。すげえ。こちらは ASUS のタフゲーミング AH5FA507NV です。Amazon で調べようと思ったんだけど同スペックのがなくて。公式サイトだとこれくらい。おお、いいお値段するなぁ。Amazon で似たようなスペックだとこのくらいのお値段でした。ちなみにこちらなんですが、チャンネル登録者1000人突破した記念でフォロワーさんが送ってくれたものになります。名前は伏せておいてと言われてるので言えないですが、こんないいものを本当にありがとうございます。せっかくこんないいものをもらったんだからレビューしてみようと思うよ。ただ、上級者みたいなレビューはできないのでそこだけはご容赦くださいませ。そしてこちらご覧ください。未開封だよ未開封。ひ、ジャンクじゃなくて新品送ってくれたんか。裏面のここにスペックとか載ってるけどピンボケしてるので詳細は後ほど。箱もかっこいいよね、ロボット感あって。ああ、どこはみたいだ。なんか似たような機体あったよね、まだプレイしてないからあんまり言えないけど。ということで、切らなきゃダメだよね、テープ。開かないしからな。覚悟を決めて、いざ、開封。オープン。なんだこれ。あ、ステッカー。こういうのついてるんだ。この警告とかいいね。箱にもいた機体もいるし。脳みそもあるよ。脳みそはちょっと。とまあ、これは一旦置いといて。本体の紹介を、早速見ちゃおうかな。それはまだ早いでしょ。じゃあ後のお楽しみということで。あ、思ったより重くない。軽いのか。ゲーミングノート、ちょい前のエイリアンしか持ったことないから。あんまり比較にならないかもだけどね。さて、取説の類を紹介。なんかめちゃくちゃ埋まってて取り出しづらい。これはちょっといただけないな。取説品曲がっちゃってる。重要ではないんだけどもうちょっと綺麗に入れて欲しかったところだね。奥に押し込まれてたもんな。これは保証書。こっちはサポートの案内紙だね。こっちもサポートかな、コールセンター。中身は以上です。今わけあるかい。まだあるでしょ、アダプターとかなんかいろいろ。バレてしまったなら仕方ない、紹介するか。中身、なしです。いやいや、見えてたから。付属品は、このコードだけだねー。左のはなんだ、幻覚か。冗談はこの辺にしておいて。ちゃんと紹介するよ。あ、フィルムが反射して顔が映っちゃう。紹介前に先にフィルム撮っちゃおう。どうせすぐ使うしね。240ってなんだ。W ついてるからワット数でしょうな。は、反射で見えてなかった。結構電力食うね。さすがゲーミングだで。じゃあ早速使っていこうか。本体の紹介は？そうだったそうだった。というわけで本体はこちら。新品のゲーミングノートなんて初めて触るよ。カラー的には暗めのシルバーというかガンメタというか。メタリック系だね。思ってたより薄い。私らの基準がエイリアンウェア17とかだから相手がでかいんよな。厚さは公式情報で 22.45 から 24.95 ミリだそう。続いてポート類。センターは何もなし。正面から見て右側。こちらに USB 3.2 が一つ。そしてセキュリティスロット。続いて後ろ側。排気口が2箇所。後ろ何にもないのちょっと寂しいね。左側、こちらにも排気口、両サイドにもあるんだね。計4つもあるよ。で、アダプター挿すとことランポート。HDMI に。タイプ C のポートが2つ、正面から見て手前側は給電も可能みたいだね。あと USB ポートとイヤホンジャック。思ってたより挿すとこ少ない？って思ったけど、挿してもキーボード、マウス、データ移動で USB とかだからそうでもないか。さあついに、オープン。まずは下の方から紹介していこう。あ、光るやつだ、光るキーボードだ。キーボードに透明なとこあるもんね。光るのは大事な要素だからね。ん？なんか USB4 って書いてあるぞ。何それ知らん。転送速度 40Gbps 出るみたいだね。ほえー、最新機とか持ってないから知らんかったわ。
左の奥側のタイプ C がそうみたい。サンダーボルト3と同じみたいだから外付けグラボもつきそう。今度用意して試してみようか。ここにはスペックとかが書いてあるみたい。ピンボケになってたので画像ポン。細かいことはさすがに書いてなかった。ネットでスペックちゃんと調べてきたよ。CPU は AMD Ryzen 7 7735HS、 8コア16スレッドだね。ジョロたちが持ってる中で一番上の性能だ。グラフィックスは RTX 4060が入ってるみたい。こちらもジョロたちの中でトップだ。メモリは DDR5 の4800、標準では 8×2 の 16GB 入ってるみたいだね。最大で 32GB までいけるみたいだから増やしたい。で、Wi-Fi 6に対応してると、これで数年は快適にゲームができそうだね。ただストレージが 512GB とちょい少なめ。ここは交換推奨なのかな？スペック紹介はこんなところで。先ほどもちょこっと触れたキーボード。半透明になってるところがある。へぇ、WASD はそうなってるんだ。他の部分は文字のとこだけ半透明だね。ザ、ゲーミングって感じ。ボリュームボタンとかミュートボタンついてる、ありがたい。なくても困らないけど、あると楽なのよな。テンキーがついてるところは好みが分かれるかもだね。続いてモニター。反射しないやつ。フル HD でリフレッシュレートが 144Hz。ぬるぬるだね。実際見てどんな感じになるだろうかね。じゃあ早速セットアップしてベンチ回してみるか。セットアップ中に気づいたんだけど思ってたよりかっこいい光り方するので。起動するときに光るところを見せよう。スイッチオン。かっこよ。ジョロメロン。さあ、FF14 ベンチ回していくよ。設定は最高品質で。今回は軽いところと重いところを比較していく。最初は重いところから。一番低くて FPS50 くらいまで落ちるね。こちらは軽いところ。軽いところだと200オーバー。スコアの方はこちら、15,264 で非常に快適判定でした。全体的に安定してたね。グラフィックがフルで動いてないのはなんでだろう？なんか設定とかあるのかな？有識者もトム。続いて FF15 ベンチ。こちらも先ほどの FF14 ベンチと同じく軽いところと重いところの比較。とは別に最初のこのシーンだけはそのままで。なんでや。ここは大事なシーンだからカットしないよ。まずは軽いところから。だいたい100前後って感じだね。CPU 温度は90度近くになったりして若干高め？続いて重いところ。ちなみにベンチ回している時のファンの音は間近で測ってだいたいこれくらい。気になる人は気になるかもだけどチョロたち的にはあんまり気にならない程度だったよ。温度の方はあまり変わらないけど FPS は50くらいまで下がる時があったね。
というわけで高品質での結果はこちら。スコア8543の快適判定でした。CPU の温度は最大で90くらいまで上がったけど冷えるのも早め。GPU は言っても70くらいまでだったね。標準品質だと10733のとても快適判定に。FF15 も普通に遊べちゃう。ゲーミングノートすげー。続いてシネベンチ R23。やり方知らなくてそのままやったら、10分ベンチになったのでそのまま回しちゃった。こちら3倍速でのお届けです。トマーフルで10分流すわけにはいかないので結果の方を。マルチコアの結果がこちら。13,003でした。第9世代のノートの i9 より上なんだ。個人的には満足のいく結果だ。シングルコアの結果はこちら、1523でした。11世代のノートの i7 といい勝負だね。さて、次は Apex をやってみよう。ジョロは画面酔いするからメロンにバトンタッチ。私ら全然やったことないからあんまりわからんけど。とりあえず爆撃が一番重そうだからそれをやるのぜ。あとついでに銃撃も。爆撃しながらドンパチして70くらいになるみたいだね。何の問題もなく動作するよ。さすがゲーミングノート。というわけで、登録者1000人突破記念にいただいた。ASUS、タフゲーミングの A15、FA507NV の紹介でした。まさか今年に発売されたゲーミングノートをいただけるなんて思ってもみなかったよ。もらってしばらく使ってみたけど、このお値段でこの性能だったらめちゃくちゃお得な気がする。フォロワーさん本当にありがとうございます。1000人突破でいろんな人からお祝いしていただいて、応援してくださってる方々、本当にありがとうございます。気づいたらもう2000人も行きそう。これからも頑張って動画作っていくよ。今回の動画はここまで。最後までご視聴、ありがとうございました。